はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマアップファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。 D のんちザワイズです。今回はドラマ顔に泥を塗るの第2話について話していきたいと思います。西垣翔さん、木村圭人さん、高橋ひかるさんが主要人物ね。高橋ひかるさんね、私はすごいいいなと思ってるんですけども、あんまりいいドラマには恵まれてないなと思ってまして、もうちょいいいドラマに当たるといいなと思ってたんですが、今回もまたねちょっとねあんまりいい役とは思えない、なんだろう、静かな、女の子っていう感じで、で男の人がちょっとこうなんていうの、パワハラっていうのかな、そういう感じの強い人で、まあ見ててなんで付き合ってんのか分かんないっていう感じですね。その西垣翔さんっていう人がその、ビシッとしたスーツで決めてて、で今回の第2話なんかはね、プロポーズなんかもしたりしてね、すごくいい人そうなんだけど、わりかし怖い、まあ怖いけど、まあ実は普通の行動なのかなとも思ったりもしてね、その高橋ひかるさんはでもそういう、なんだろう、浮気とかそういうするタイプじゃないんだけどね、まあでも男の人にとってはこう心配だからみたいな目線で見るとそんなに不思議な感じではないんだよね、だけど一方、どの角度から見るかによってね、まあ見てて気持ちは悪いけどね、でなんかその高橋ひかるさんのこのなんだろう、街で出会ったメイクが得意な少年をね、なんであのファンタスティックスっていうのかな、エグザイル系のねグループの木村ケイトさん、がやってんだけど、まあね綺麗な顔立ちなんで、その女風なね、女性風なね、感じの日もある、メイクと服がそういう時もある、でもそうじゃない日もあると。で恋愛の対象は普通に女の人という、だから女装というかメイクが好きな人みたいな、感じなんだよね。こう三角関係で進むという感じのドラマです。高橋ひかるさんはね、でももうちょいなんかね強い役をねやってほしいんだけど、今回もねなかなかこっから強くなるのかもしんないけど、なかなか弱い役というかね、まあ彼がもうなんだろう、彼の言う通りに生きているというかね、なんかまあ見ている視聴者がちょっともどかしくなってしまうような、感じ。まあ何だろう、よくあるストーリーな気がして、これはなぜこの脚本が選ばれこのドラマになったのかっていうのは、まあ1話2話見る限りは今のところまああるよなっていう感じ、ただこう高橋ひかるさんファンとしてはね、これはまあもうちょい見てみようかなという感じになってますね。だからその木村圭人さんがどんな、メイクしてどんな服装で現れるかっていう楽しみはねあるかな。その辺が今のところは見どころかなみたいな感じなんですけど、まあタイトルはね、強烈ですよね。顔に泥を塗るってね、なかなか攻めた感じだけど、今のところ
そのタイトルに勝つ、タイトルよりも強いパワーを持つ、ストーリーではないような気がしますね。うん、はい、よくある、なんか普通の時は優しいけど怒り出すと彼が怖いみたいな、うん、ね、婚約指輪渡したり花いっぱい渡したり、この前はごめんねとか言ってね、普段は優しいみたいなね、うん、まあよくあるパターンですよね今のところ、うん、はい、どうなっていくんだか、うん、とりあえずもうちょい見てみようかなと思います。高橋ひかるさんね、うん、もうちょいもっとねゴールデン来てほしいなってちょっと思ってるんですよね、うん、はい、そんな感じで来週も楽しみにしたいと思います。はい、私 D のんちザ・バイズは昨日はね、ホーボースジャングルという、1996年まであったバンドの再結成というかドラムの人の、還暦の陽平さんの、還暦の、誕生日記念ライブね、行ってきました。神田の障子丸に行ってきました、ね、うん、いやすごいパワーですよね。60歳、そんなにパワーあんだっていう、もう今もう昔とは違いますよね、うん、ね、地味編の時代は27で終わってたの、それのね倍以上ですからね、すごいったらありゃしない、うん、去年ね陽平さんと一緒にライブをやる機会があって、はい、ね、なんで今回も呼んでいただいて、うん、誘っていただいて行ってきましたけど、うん、すごいよかった。その日はプロペラっていうバンドで、それも陽平さんがドラム叩いてるバンドなんですけど、ね、ボーカルとドラムが一緒の2つのバンドが、やるっていう日で、ね、本当に雷でもう雨で、うん、こうなかなか行くの大変だなと思いましたけどね、うん、でももう満杯ですごかったです会場がね、もういやー、でも本当にね、そのホーボスジャングルってバンドはねめちゃくちゃいいバンドだったんですよ、うん、本当にもうそのバンドがねやっぱりね、なんだろう、今で言うビーズとかさ、うん、今で言うスピッツとかさ、うん、そこら辺まで持っていかなかったこのレコード会社の人たちというか、音楽に携わったその決定権がある人たち の力のなさというか、バカだなって私はね思ってますよ。そういう人何人かいますよね、そういう、うん、取り逃して何やってんだっていう感じのね本当に、まあだからまずその選ぶ人がセンスないよねこの日本は本当にって私は思うんですけど、皆さんどうですか。埋もれてる人いるからね、本当に何やってんだって感じですよ本当に。で昨日も見ながらね、これはもう日本の、いや世界の損失だなと、思いましたよ、うん、それほど素晴らしいバンドで本当にね、本当にもうっていう感じでした。はい、そんな感じで、本日も、ね、暑いんで皆さん気をつけてください。はい、チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた、あ、そうだ、私8月4日にライブありますんでよろしくお願いします。それではまた、バイ。